今回紹介するのは「復獣」という本です。2022年フランスにイスラーム政権誕生シャルリー・エブドのテロ当日に発売された世界を揺るがす衝撃のベストセラー「日本上陸」今回のウェルベックの主人公の名前は最初のショーの終わり近くまでも不在のまま。 僕とといいいいうう名前ののままま終わっていってててしかか思けたら、フランソワという名前だったことが明かされる何たることだ現ローマ法王のフランシスコのフランス語読みじゃないか名前からして一筋縄にいかないこの物語は主人公がその学位論文で扱ったユイスマンスがカトリックに改宗するという事実を暗湯として主人公自身が イスラームのの教えに服従するまでの話だ。どこかで聞いたことがある話だと思ったがジョージ・オーウェルの1984年と読み触りが似ているそこでは転ぶここでは天候まで手を変え品を変え人格が変わっていく描写が展開していくそこには手に汗を握る展開が広がっていた記憶があったああもう一度。 読み直したいしかし本書の「我らがローマ法王」と同じ名前を持つ男は地位も欲しかったのかもしれないがしかし素直に読むとただ一夫多妻制という魅力にこうしきれなくなり回収したようにしか読み取れない現代の我々はいかがに性に弱いものかとウェルベックは描いていく孤独な個人主義者であり さらに無神論者である人物を主人公として相変わらずのウェルベック朝全開の復従は現代のフランスを知るために出読だろう。そして作中で主人公の前に回収したムスリムが述べることによればかつてキリスト教がヨーロッパと中近東を結びつける地域でローマ帝国の原理となったように今度は イスラームの教えで統合されて第二のローマ帝国がヨーロッパと中近東に広がっていくのだと予言していくのだったそれはウェルベック自身の語りのようにも読める当然その言葉はムスリムには耳障りよくかくてウェルベックは死刑のファトワーを受けることなく新しい世界の予言者の地位を占めるのだろうか素粒子が作中では 新しい世界の前触れを告げる物語であったように以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします